現役時代、時代は違っても大英、ソフトバンクでそれぞれエースと4番として活躍したのが工藤公康氏と松中信彦氏です。1995年、工藤氏は西武ライオンズから大英に FA 移籍すると、移籍4年後の1999年の日本一に大きく貢献しました。現役引退後は2015年にソフトバンクの監督に就任すると、2021年までにチームを日本一に5回と偉業を成し遂げています。一方、松中氏は1997年に大英に入団すると、2004年には平成唯一となる三冠王を獲得、球界の歴史に名を残すような強打者として活躍しました。しかし、工藤氏が監督に就任した年にチームを退団した松中氏は、工藤氏との関係悪化が噂されていました。そこで今回は工藤公康氏と松中信彦氏との2人の関係性についてご紹介していきます。松中氏は当時まだ存在していた逆指名制度を通じて、1996年に福岡ダイエーホークスからの2指名により入団。当時のダイエーは思うように勝てない時期が長く続きましたが、そんなチームに西武から秋山浩二氏と工藤公康氏が加入し、松中氏や他の若手選手のお手本となっていました。2000年、プロ入り後4年目に背番号3となり、ポジションを外野手からファーストへコンバートされたことを機に一軍定着し、このシーズンは打率3割、ホームラン30本、100打点の成績でリーグ MVP を獲得するなど、一流選手に仲間入りとなります。そして2004年、松中氏は年間を通して好調をキープし、打率3割5分8厘、44本塁打、120打点の成績で平成唯一となる三冠王を獲得。プロ野球界においてこれまで三冠王を獲得したのは松中氏を含めてわずか7人です。こうして日本を代表する強打者へと上り詰めた松中氏。そして2006年1月、当時では日本プロ野球史上最長の複数年契約となる7年契約を結び話題となりました。しかし、この7年契約の直後のシーズンから松中氏は怪我が増えていき、徐々に成績を落としていってしまいます。その当時の様子について松中氏は引退後のインタビューで振り返っていました。現役時代、僕は肉離れとか足の怪我が多かったんですが、今考えるとしっかり休んで治してから試合に戻ればよかったんです。でも2006年の1月にホークスと7年契約を結んでいたから、ファンのためにも試合に出るのが自分の責任だと思っていたので、完治しない状態で試合に出ていました。結果を残さないと批判される立場なので、それを覆したいという思いもあり、試合に出続けることにこだわったのは僕らしいといえば僕らしいんですけど、ちゃんと時間をかけて怪我を治療してから復帰すれば、もうちょっと違う野球人生だったかなと思いますと、ファンの期待に応えようと怪我を完治させないまま無理をし続けた当時のことを後悔していました。問題行動を起こしてしまった松中。こうして徐々に出場機会を減らしていき、代打での出場や二軍生活も多くなってきていた松中氏。そんな中、2013年6月13日、松中氏はある事件により、当時ソフトバンクの監督だった秋山浩二監督を激怒させてしまいます。事の発端はヤクルトとの交流戦の代打起用でのこと。試合は5回までにソフトバンクが6点リードしたため、松中氏は一度コーチから今日の代打はないと告げられたにもかかわらず、急遽8回に代打を告げられました。結果は見事センター前ヒット。しかし、松中氏からするとこの打席に立つまでの過程に腹を立てており、優勝セレモニーに参加するようチームマネージャーから説得されましたが、松中氏は聞く耳を持たずに、せっかくのセレモニーをボイコットするという形で球場を後にしました。この行為の裏に松中氏の言い分としては、1打席1打席打てなかったら引退という思いで一軍に上がってきて、たとえ10点差でもどんな場面でも行く決意でいた、代打はないと言われていたので準備せずに行くことになった、プロ17年間しっかり準備する気持ちだけは欠かさなかった、そこは譲れない部分だったのでカットしてしまいましたと、ペナルティを覚悟した上で行った行為だと述べました。秋山監督にはその日のうちに電話で謝罪しましたが、その時点でペナルティということで二軍行きを通告されることに。秋山監督はその翌日、記者からの質問で、松中氏の行動は身勝手かと聞かれた際に、当たり前やろ、思い出させるなと、普段は温厚な秋山監督もこの時は怒りが収まらなかったようでした。松中を相手にしなかった工藤監督。秋山監督のもと問題行為を起こしてしまった松中氏は、2013年は交流戦以降一軍昇格とはならず、続く2014年は一軍での公式戦33試合のみの出場でした。そんな中で球団は2015年から新監督として工藤氏を招聘することを発表。工藤氏は監督就任が決まったチームの日本シリーズ第一戦をラジオ解説することに。その試合の中で6回に先頭打者として代打出場した松中氏はセンター前ヒットを放ち出塁します。この後の柳田悠岐選手のヒットで一気に進塁できなかった松中氏に対し、
工藤氏は柳田のヒットで三塁に行けないのは本当にありえないと厳しくコメントしていました。このように就任前から松中氏の印象があまり良くなかったのか、工藤氏は松中氏をシーズン開幕から2軍スタートさせます。その後も懸命に2軍で結果を残していた松中氏でしたが、シーズン前半は1軍に招集されることはありませんでした。シーズンも終盤となる9月21日、ついに1軍昇格した松中氏。工藤氏は上げるからには戦力として出てもらうと叱咤激励。しかし松中氏は1軍昇格後の9月28日に球団に自由契約を申し入れることに。翌日の会見で松中氏は体も元気だし気力もあると現役続行に意欲を示しました。会見から数日後の10月1日、シーズン最終戦の試合は松中氏にとってのこのチームとしての最後の試合となりました。7番指名打者でスタメン出場した松中氏でしたが、4打席連続三振という形で試合を締めくくりました。対談のスピーチの場に立った松中氏は、これからは若い選手たちが必ず大野球を継承していってくれると思います。僕もどうなるか分かりませんけども、もしも違うチームで戦うのであれば倒しに行きますと最後にソフトバンクの体制に不満げな発言を残し、それがメディアに大きく取り上げられることになりました。この物議を醸す発言について沈黙を続けていた松中氏でしたが、後の2017年のインタビューでこの発言の真意について明かしました。松中氏は若手の頃には確かに存在した自由な雰囲気が失われつつあると感じていました。でも今はどこも管理や規律が厳しくなって少し息苦しい雰囲気になっています。そこでそれまで良くも悪くも自分を通して生きてきた僕が綺麗事ではなく素直な気持ちを言うしかないと思いましたと、勝利にこだわるホークスに対し自身の思いを伝えたかったと話すと、言葉足らずで誤解を招いたかもしれませんが、王会長やホークスに反旗を翻そうと思ったわけではありませんと、特にチームに対して敵対する気持ちはなかったと明かしています。ソフトバンク退団後の松中。松中氏はソフトバンク退団後、プロ入り前に所属していた社会人チームの練習に参加したり、NPB 各球団に入団テストを直々に打診するなど、なんとかプロの世界で野球を続けていく道を探索。工藤監督に挨拶に行った際は頑張ってと声をかけられるのみでした。結局どの球団からも声がかかることはなかった松中氏は、不完全燃焼ながらも3月1日に現役引退を発表。三冠王に輝くなどこれほど成績を残した選手であれば、古巣のソフトバンクからコーチ打診の話があっても良さそうですが、現状は実現しておりません。この理由について週刊誌では、選手時代の素行の悪さが要因だとしています。決定的だったのは、ある年のクライマックスシリーズ直前の一件。選手を引き連れて夜の街に繰り出し、大酒を飲まされた若手が急性アル中で緊急搬送された。表沙汰にはならなかったが、チームの足を引っ張るベテランにフロントも現場も激怒。このように後輩に悪影響を与えてしまう懸念があり、ソフトバンクからの印象が悪いため、指導者として声がかからない理由だと記されていました。このように様々な理由で復帰することができていない松中氏ですが、最終的にはプロ野球のユニフォームを着たいですね。いずれは三冠王を取れるような選手を育てたいと、将来的に野球やファンへの恩返しとして自身と同じく三冠王を獲得するような選手の育成に関わっていきたいと話していました。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をしていただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。